ご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます。おはようございます、はい。今日はですね、モテギの、はい、モテ隊のための公開練習に来ておりますが、はい、ウィズミーはですね、そこで CBR250 の、はい、トップタイム、トップスピード、はい、そして最終リザルトを残さなければいけないというですね、はい、使命を負っておりますが、もう一つの使命が、もうやってきて、もうそっちに話題取られちゃってるから引っ張り返さないといけないですよ。はい、まずこんなマシンを見てみましょう。じゃんじゃんじゃん、ホンダの N 番、はい、N 番、黄色、今話題沸騰でございますね。はい、かっこいいですね。はい、中華ここ持ってきたらすごい人と分かりたかね、今ね。本当です、ブリーフィング前にブリーフィングなんないっていう、真四角っぽい感じがいいです。もうすでに荷物がいっぱい詰まさっております。はい、そして運転しているのは、運転しているのはなんとソギどうでした、快適？最高ですね。最高、はい、何が最高そう、もうちょっとインプレッションちゃんとして結構走りますよ。おー、うん、ターボ車、ターボ車、いいね。ぐいぐい加速しますしそしてもう助手席にも満載じゃないの、うん、ねえ、こんな感じですよ。すげえ結構な積載力あるね。まあでもまだ全然詰めますね。おー、すごい、素晴らしいよ。なんか真四角だよ、意外と大きいな。どうですか。いや、これすげえ気になってまして、やっぱり、うん、ね、なんだろう、この前ホンダの取材、うん、僕は行ってないんですけど、いろんな SNS 見てると、うん、CB1300 スーパーフォーマーまで入ってて、すごいですね。すごいよね、気になるよね。いや、気になります。ライダーほとんどぼっちというかお一人様が多いと思うんで、まあこれで十分じゃないかなと思います、ね、正直。ということで、うちはですね、今これを持ってきて展示してですね、みんな販売促進頑張ってみようかなと思っております。ウィズミでも買えますか。買えます、買えます、はい。特になんだろう、ノーマルの状態からウィズミだったらこういう風にしようとかいうところって、どこポイントってございます。まあ相変わらずトランポキットっていうか、積載に必要なものは全部つけようかなと思ってますよ。はい、もう元々結構ついてるけどね、多分フック関係も、フック関係は充実してるんですけど、どうしてもシート裏ってバイク乗せるにはあるじゃないですか、うんうん、はい、だからそこをどういう風にやっていくのかなというのが期待してます。そう、まあフラットシートね、もともとなるけど、あれ全部潰しちゃうのか、うん、板張りにすんのかとか、うん、もちろんね、板張りとかそういうのも全部うち加工やってるので、板張りにすんのか、 1000cc 積むためのもっとしっかりしたフックを工夫していくのか、これはね、ちょっとこれから見ていってですね、どうやってやったら便利に使えるのか、まあ、ユーザーの声聞きながらと。そうですね、これは個人的にも気になる車なんで期待してます。はい、はい、いろんな人にですね、ちょっと若干声を聞いております。戸田さんどうですか。いやこれに CB1300 が乗るって聞いてびっくりした。あ、そうだね、まあ、乗せられるという話だからね、今ね、助手席まで来るってことでしょ。そうそう、それその助手席に今荷物積んでるけど、もうそこまで積んじゃうっていう。なるほどね。これいくらなの。ターボ車のこのハイルーフで170万円ぐらいからは買える、うん、じゃあ買いやすい値段だね。そう、もうちょっと安いのもあるけど、まあ最低やっぱターボ車の方がいいかなと。そうなんだ、いらないか、いらない俺ほら速い車に興味ない。まあ、そうなるほどね。面白いね。店で使えるサイズではないけど、店で使えるサイズではないけど、個人でサクッと行くにはいい車だよね。まあ需要はあるかなと思ってるけどね、うんうん、でもこれ車高も低いし積み下ろし楽だよね、うん、普段ハイエース の一番でかいサイズ使ってるけど、積み下ろしでバキ倒しそうになるんだよね荷台が高いから。その辺も要検討ですよ今。そうだね、乗ってる人がいる。どう。いや、なかなかのポジションでちょっと乗ってみたいですね、本当に。スロットルペダルがなかなか細いですね。そうね、でもまあこんなもんかな。すごい、でもポジションは違和感ないですね。おお、すげえ、そんなに開くの。そこすごいっすね、これ。おお、すごいすごい、センターピラーない。そんな開くんだ。ピラーないとすごいですね。へえ、そうそう、
なるほど。こう開けんだ。すげえ、こんな風になるんだ。これいいな。あれ S6 のハンドルと同じですよね、多分。これハンドルがかっこいいんだけど。S6 のハンドルとは違う。下あれか、台形みたいに切ってる。皮がいいな。S の枠のハンドルはもっといいよ。S6 のハンドルつけちゃえばいい。いいな、これ。全部こっち持ってっちゃう。はい。すげえ。荷物満載、もうすでに。この絵すごいな。ウィズミー荷物満載に戸田さんが運転みたいな。よくわかんない絵だな。いいなこれ。いいな。お、なんかナビとかその辺のあれも悪くないな、運転席。はい、すいません。寝れるね。それ、寝袋持ってきたから。寝袋持ってきたから。ちょっと俺もちょっと座らせて。俺まだ座ってない。よっ。おー、シート柔らかい。シートふかふか。いいね。ハンドルがかっこいいんだよね。そうだね。もうすごいやん。軽いし。あ、これ大事よ、これ。いいね。大丈夫、全然。おー、なるほど。S660 あるから買い替えちゃおうかな。よくわかんねえ話だな。このフックもすごいね。全然大型車 OK だ。前の底のあれの前にあります。すげえフック。ヘッドレスト入れる。ここなんですか。ただちょっと横幅出るんで。はいはいはい。それ渋いよ。あと後ろの席のヘッドレストそこに。やべえ、意外と背高いしか。あれ、戸田さんカメラもいたね。でもね、カメラが下向かないんだよね。置こうか。下向くのはね、あ社長入る。社長席入るわ。もしかしたら、ちょっと戸田さん、俺立てるかもしれないよ、ここで。え？お、ギリギリ立てるかもしれない。立てないじゃん。でもそれだけ、こんだけ高ければいいよね。ほら。うん。とりあえず町田さんのバイク入れますか。広いね、本当に。センタブ入れましょう。はい、ありがとうございます。あ、もう買ったの。買ってない。安いな。いや、盛り上がっております、盛り上がっております。この盛り上がりが欲しかった。すごいでしょ、これ大変なやつ。色は色青で。色青だね。あ、それか。それを置いてみる。どうだ。傷つかないように。うん。ちょっと買う？これちゃんと買うの？なんかでも。会長。一人。これ欲しいですね。そうっすよね。そうね。それが欲しいですね。まずシート全部出してください。そっからそうだよね。どんぐらい飲んだろうね。どんな風にシートあるって感じ。寝れます。いけなくない。マシンと添い寝ができる。バイクと一緒。見ちゃいやすい。バイクと一緒ですもんね。あ、です。出演料が出てる。あー、そうそう、そこそこ。それで出たいか。俺もあれ、アジア300万円。しかも、キャンプだと、めちゃ300万円か。
まあ、みんなにですね見てもらいながら、そしてうちのチーム員にも、積んでもらいながらですね、はい、チェックしておりますが、まだこの後ですね、今日ここ茂木の後に、はい、明日筑波サーキット、はい、コース戦の走行会があります、はい、こちらでは各お客さんのマシンをどんどん乗っけてみて、はい、何まで詰めるか、何人詰めるかとか何人詰めるかとかね使い勝手をね検証していきたいと思うんで、はい、明日もし筑波サーキットコース戦に来られる方は、はい、自分のマシンを持ち込んで、はい、どんどん積んでもらえればそうです、ね、はい、お手伝いしますから、はい、うちはねこいつの、トランポキット開発をしていこうと思ってますんでね、はいはい、勝手にあの N 版アンバサダーになってますからうちN 版アンバサダーウィズミーということで、はい、そんな企画やっておりますんでぜひね、皆さんお問い合わせウィズミーにください。はい、よろしくお願いいたします。